というわけで洗います。てか重っ、初めて怖いよ。はい、こんばんは。こんばんは。りょういちくんのクリスマススモークチキン、はい、丸ごと一匹計画始まりです。はい、まず何からいきましょう。まずは月レキ、あのピックレキから作っていきましょう。はい、お願いします。はい、ピックレキ。まずは水 750cc、はい、と、うん、塩を、うん、じゃあね、200g、 結構入るね。たっぷり入るんですね、うん、で、砂糖を 25g、うん、で、そしてこちらの醤油が 30g、はい、で、あとは適当なハーブ。材料も全部鍋に入れて、そこから火にかける。火にかけるそうです。塩 200g ってすごいね。すごいね。でもちょっと2人でちょっとだけ舐めてました。すごいね。一滴でも、あかん、海水の火じゃない辛さ、塩辛さ。これ確かに漬け込んだら味相当染みそうだね。しっかりとチキンにも味が染みるんじゃないでしょうか。これ全部塩出てるの。これもう塩吹きまくり。じゃあハーブ加えていきます。はい、でも量が分かんないな。ハーブとスパイスお好みでって、なんかそのお好みが分かんないよね。うん、見てみ。これあれだよ、香りがいい目安。香りがいい目安。うん、多分やりすぎるとちょっと黒くなる。今交渉が非常にいい感じ。おお、ハーブ、次はハーブだけ。我が家にはハーブがいっぱいあります。イエーイ。いろんなのがあります。すんごいいい香り。めっちゃいい香りする。くんかくんか。おお、いいね。というわけで洗います。てか重っ。よっこらしょ。りょういち初めてじゃない。初めてだよ。うん、で洗います。ほい。初めて怖いよ。ぐらいぐらい。どうやってやるのこれ。どうやってやるのこれ。ネットじゃ洗おうって簡単に言ってるけど難しいよ。はい、そしてここで課題、難関ですが、入るかなこれ。入るかな。あ、お願いします。入るかこれ。なんか入ったっぽい。入ったっぽい。はい、で、そしてで、そびうる液を入れまして、うん、でね、真空状態にするためにこの水の中に入れるらしいんですよ。うん、やってみようと思います。お、あ、すごい、なんか本格的。だーだー、うん、こうしてみると足りるかどうかちょっと不安になってきた。どうせ作ったけよかったな。待てよ、CM って。よっこら、そこで空気追い出せるね。なるほどね。おー、溢れる溢れる。それでずっと締めていくと、と締めていく。これでどっかな。こんな感じになりました。重いな。というわけで、漬け込み開始です。これどれくらい漬け込むの。これから2日3日2日間か3日間。はい、どんな感じになるんだろうね。色つくかな。色つくのかね。楽しみだよ。はあ、でもなんか父ちゃんね、初めてね、本格的な燻製始まった気がする。今まではね、もう即席だったから材料入れて燻製で最後しまいだったんだけど、こうやってやってくるんだね。やっと燻製の第一歩。そうなんだ。初級者の第一歩に入れた。
大変勉強になります。はい、楽しみにしております。特にこれ冷蔵庫、冷蔵庫かな。はい、お願いします。おいー、おお、一日おきにひっくり返します。はい、楽しみにしてます。特にこれ5日間かかるのか、鳥の燻製。気が遠くなる、気が遠くなるけど、どうする、めちゃめちゃ美味しかった。でもお腹空いてきちゃう。今年のクリスマスはいいね、いつもと違った楽しみがまた一つ増えたね。はい、楽しみにしております。